番です。何でも探偵のくるみさんが挑む事件に生きた人形が登場するそうで、それにちなんでうちも着物を着てみましたわ。どこがちなんでおりますの？というかその怪しい言葉遣いは何ですの？あら、生きた人形を言うたら日本人形のことやあらしまへんの？登場するのは西洋風のドールですけれど、生きた人形だなんて怖いですわ。露骨にごまかしましたわね、魔術探偵時崎くるみの事件簿発売ですわ。